家庭のトラブルでうまくいかない人の特徴についてお話ししたいと思いますはいこんにちは離婚や10番離婚カウンセラーの渋川修樹です私のはですね普段離婚の問題についてお話をさせていただいているわけなんですけども家庭の問題トラブルとかですね今、まあ、全般について頑張ってまあ、アドバイスをさせていただいております 中にはですね、家庭の問題に絡めてっていうことがまあありますので、職場の問題とか地域の問題とかまあいろんなことについてですね、アドバイスをさせていただいてるんですね。そういった中でですね、なかなかですね、まあうまくいかない人、そういった方の特徴っていうのはこれもいくつかあるわけなんですけれども、その中でですね、もう典型的なこういう人はなかなかうまくいかないということがありますので、今日はちょっとそのお話をさせていただこうと思っております。で、当然ですね、離婚とか家庭の問題に絡めてというようなお話になるわけですけれども、結論から言ってしまう。 しまうとですね相手がいてですね相手がいない 方の場合また違ううと思うんですよ自分一人で車の事故で言えば自損事故みたいな感じですよね。単独事故ですよね。自分で電柱にぶつかっちゃいましたみたいな。運転技術の未熟さだったりとか、まあ、もしくは道路の問題、車の問題とか、そういうことがもあると思うんですね。まあ、これ今、車の事故に例えてますけど。車の事故でも、まあ、相手があるような事故ということになると、また話は変わってくると思うんですが、これですね、まあ、離婚とか家庭の問題でもそうで、相手がいるケースでどうしてもうまくいかないと。まあ、もうちょっとこうね、詳しく突っ込んで言えばですね、例えばこう、 離婚をしたいと思っている。もしくはまあ離婚を回避したいと思っている。そういうようなことで、もしくはまた子供の問題とかお金の問題とかもあると思うんですけども、そういったことで相手方、パートナーの方と交渉したりとか、いろいろ話をしたりとかする中で、どうしても自分の言うことがいつも受け入れられないし、何をしても何をやってもこううまくいかない、負けてしまうとかですね。そういう方の特徴、先ほども話していくつかあるんですが、最大の特徴は結論から言うとですね、馬鹿正直なことです。 うちのご相談者に限って言えばということにはなりますけれども、今までに4万数千人ですね、そういったご相談を受けてきてですね、思うのはですね、悪い方といいますか、口が悪くて申し訳ないんですけれども、わかりやすい方をすれば、非常にこう、馬鹿正直で、素直で優しいという方がですね、なかなか何をやってもうまくいかなくてですね、まあ困っているということがあります。 ですから、もう本当にね、答えから言ってしまえば、素直なのはね、ある程度しょうがないとは思うんですね。で、優しかったりするのも、それもいいと思うんですよ。まあ、ある程度はですね。ですけど、場合によっては、まあ、ちょっとその優しさもね、控えめに出してもらうとか、やめてもらうとかっていうことは、まあ、必要かと思うんですけども、まずでもですね、その馬鹿正直なところを、なんとか改善していただきたい。それは本当に切実に思います。 例えばですね、相手からですね、ひどい暴力を受けていたりとか、暴言があったりとか、とにかくですね、パートナーの方からひどい扱いを受けてますと。で、そういう中で、誰に相談しても、早く家を出た方がいいよとか、まあ言われますし、本人もですね、このままじゃ危ないから、家を出ようと思っているのにも関わらず、 別居のこう日付とかですね、別居の仕方とか、別居した後のこととかについて、そのパートナーに相談をしてしまうんですね。全部話し終わる前に、当然ですね、相手の方から、別居なんか絶対にダメだーみたいなね、話になったりとかですね、別居するんだったらね、子供置いてけとか、もし子供連れてったら警察に行って捕まえてもらうからな、とか、あるいはこう、損害賠償とか医者料とか請求するぞ、とか、バレずに別居なんか絶対できないんだぞって言われたりとか、そういうようなこととかをですね、言われて断念 することになってしまったり、分かりやすいのでちょっと別居とかを撮りましたけども、あとまあ中にですね、まあこういう方とかもまあいらっしゃってこれも多いんですけれども、警察とかにですね、ま相談に行くわけですね。で、警察に相談に行くのは全然いいんですよ。例えば相手方の暴力であったりとか、ま不仲であったりとか、いろいろ自分とか子供の身が危ないとか、まあそういうことで警察に相談しに行くとか、それはもうもうすごくいいことですし、まあ私なんか推奨はしてます。ですが、例えばですね、ま警察に行ってですね、今度主人が会社に行ってる間に子供。 て黙って別居しようと思うんですけどみたいなでもなんかね主人に1回相談したらそんなことしたら連れ去りでえ訴えてやるからなと刑務所行きだぞみたいに言われたんですけど私刑務所行かなきゃいけなくなっちゃうんでしょうかみたいなこう話を警察の方にしに行くとでそうするとですね警察の方で完全にねそんなことは絶対ないですよとはもちろん言えないしかといってまたそんなことしたら捕まえますよ ととととととも言ええななないし警官にううことは違んんんですすすけど結局ね絶対連れ去りりりりままままままよよよよかかかかせせ捕捕そんな答えはこう言えないんですよね。なのに、不安なのはわかるんですけど、そこまでね、警察に聞いてしまうと、身動きが取れなくなってしまう。で、警察のもそれ聞いちゃったからには、やっぱりね、ご主人に黙ってとかそういうのはやめて、とにかく話をしてくださいよと。話ができるような人じゃないんですよと。もちろんこう言うんですけれども、結局相談はしたけれどもご主人にも、 止められ落とされ、警察に行っても止められみたいなことで、これどこに行っても一緒です。い,いよい,いよやっちゃうやっちゃうみたいなことをまあ、言えるのはですね。まあ、せ。いぜい。まあ、友人ぐらいで親御さんだって止める人もいますよね。本当にそれがあなたと子供のためになるのみたいなことを。まあ言う方もいらっしゃいますからですから、今回そういう別居の時のことを例にちょっとってお話をしました。けれども、何でもかんでもですね。馬鹿正直にこう言ってしまったりとか考えてしまったりとかっていうようなことがですね。やっぱりうまくいかない。大きな要因の一つなんですね。まあ、何もこう。 嘘つきになれとかですね。正直者はダメだよとか、そういうことを言ってるわけでもないし、またそういうことを言いたくもないです、私も。ですが、世の中そういうこと多いとは思うんですけども、まあ、特にこうやって家庭内のトラブルとかね、他人にはなかなかわからないと思うんですよ。本当に困ってるんだと思う。この動画見てる方がいたらですね、そのあなたが困っていることに関して、 本当にこう分かる人っていうのはいないと思うんですね。あなたしかいないんですよ。で、そういう中で、もちろんいろいろ相談したいというお気持ちは分かりますけれども、相談相手ちょっと間違えないようにしていただいてね、争ってる相手に相談してもですね、いいことは何もありませんし、または警察とか病院、裁判所、児童相談所いろんなところありますけれども、ここに相談する場合はっていうお話はまた別のね、機会にお話しさせていただきたいと思うんですけれども、その相談先によってですね、お話ししていいこととか、お話ししない方がいいこととかもありますので、 そういったところですね。ちょっと想像してみていただいてね。これ正直に言っちゃった場合どうなるかなと。どういう答え返ってくるかなと。で、また相手とこう立場を逆にした場合にどういうだろうかと。 例えばまあ自分が警察官だった時にこういう相談が来てで警察官っていう立場でこういうこと言っちゃって大丈夫かなとか法律家っていう立場でどうだろうかとかね役所の人だったとしてこういうことを他人に言って大丈夫だろうかとかそういうことなんかもちょっとこう考えてから相談しに行くとか質問するとかっていうようなことで考えていただくだけでもね完璧に今のその馬鹿正直さんをですね、えー、払拭できないにしてもそういったことをちょっと考えてから相談するかどうか決めてい いただくとか相談する内容を、ね、変えてていいいたただだだくととうこけけでもです、ね、していただければ、今までうまくいかなかったのが嘘のようにうまくいくとかっていうようなこう事例も私どもではたくさんありますので、まあ、ぜひそうしていただければと思います本日はここまでとさせていただきます最後まで聞いていただきましてありがとうございました またですね、私の方にご相談をいただけるということであればですね、説明欄の方からですね、メール本か、もしくはまあ、お電話番号の方を見ていただいて、アクセスしていただければと思います。30分あたりですね、ただいま5500円からということで、受け止まっておりますので、もしよろしければお願い申し上げます。ありがとうございました。失礼いたします。